テレビ局の職員も大変だとは思いますが、まあ仕方ないんですよね。皆さんこんにちは、ハンニャです。本日は2022年3月9日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、少なくともテレビに映るあなたの姿だと炎上起こるよということになります。この動画では、テレビ朝日系モーニングショーでも有名な玉川徹さんの嘆き、そして彼の炎上騒動について当チャンネルで扱ったことを振り返ってみたいと思いますので、最後までプンスカせずにご覧ください。では、今回の目次はこちらです。では、早速こちらの記事をご覧ください。こちらはスポーツ報知3月8日午前9時46分の記事ですね。見出しは、玉川徹氏が本音吐露。炎上したいわけでもないし、嫌われたくもないんだけど、こういう風にしか生きられないですね。で、これは作詞家の秋元康氏とテレビ朝日職員玉川徹氏とのやりとりについての記事なんですね。以下一部引用です。対談の合間に秋元氏は同番組のコメンテーターの同局玉川徹氏について、玉川さんのように生きるのは大変だろうな、炎上するしと発言。この言葉を受け玉川氏は、僕のように生きるのは大変だろうなとおっしゃっていただきましたけど、僕は炎上したいわけでもないし、嫌われたくもないんだけど、こういう風にしか生きられないんですと本音を吐露。以上ですね。で、まあ正直言って基本的にテレビ局の従業員である玉川徹氏という立場や、また、モーニングショーという番組の出演者である玉川徹氏という属性を考えると、番組内での発言で玉川さんが叩かれるのは、かわいそうな部分はあるかもなんですよね。だってテレビ局の従業員である以上、その局の人間という立場で働かざるを得ないわけですから、自由にできるわけでもない。問題を起こせば懲戒の対象になるでしょうし。また番組には台本チックなものはあるでしょうし、玉川氏はあくまでその番組内での役割を演じている側面がないとは言えない。だから玉川さんの言動が彼自身のものかはわからないとも言える。また嫌だったら出演しなければいいとも考えうるわけですが、サラリーマンがそんなことをしたらねえ、懲戒や左遷を覚悟してまで我を通せと言われてもそれは厳しいでしょう。しかし視聴者は玉川氏をテレビを通じてしか理解できないわけですし、またその番組内での言動があまりにトンチンカンである場合に、玉川徹氏に対してまたは玉川徹氏を通じて番組制作会社やテレビ朝日に対して視聴者が反感を持つこと自体もまあ仕方ないんですよね。でね、基本的に番組内の玉川徹さんって、俺が全部わかってるというスタンスで話をすることが多く、炎上する理由はそこだと思うんですよね。すなわち、相手への最低限のリスペクトがないと思うんですよね。では、うちのチャンネルで紹介したことのある玉川徹氏の炎上エピソードを少し振り返っておきましょう。まずご紹介したのは2020年8月3日のモーニングショーでのやりとりですね。スタジオには分科会のメンバーでもある医師の釜萢さんをゲストに迎えて PCR 検査について質問していたんですね。まあ検査についてどう考えるかについていろんな意見があるでしょうが、その時には検査をしてもウイルスを持っている人のうち3割ほどは検査結果が陰性になってしまうという話をしていたんですね。そうするとこのようなやりとりがあるんですね。玉川7割という3割偽陰性という話なんですけども、僕もいろいろ取材をしているんですが、確かに一検体としてはそうかもしれない。だけど、例えば唾液と咽頭とか、そういう風な形で2つ検体を取れば、90% 以上の確率で偽陰性は避けられると思ってるんですが、そういう風に工夫をすればいいだけの話じゃないんですか？なぜか皆さんが偽陰性については3割出るんだという風なことを確定事項のようにおっしゃってるんですけども、検体2つ取れば、1人から2つ取れば、それでその7割というところは突破できるんじゃないですかと聞きます。そうすると、釜萢さんは、それは検査の資源が無限にあって、いくらでもできると答え始めますが、そこに玉川さんが被せます。だから、検査を拡大した方がいいじゃないかとずっと言ってるんです。検査能力を。と玉川さんを吠えるんですね。正直、怒りを込めて発言しているような感じがする口調でしたね。そして釜萢さんは、必要な検査については拡充してきて、現状においてはかなり検査ができるようになってきているという認識で、さらにそれをどんどん増やして何十万に持っていく必要があるかということについては、玉川さんの見解とは私の見解は異にしていると答えます。その話を聞いている時にも、玉川さんは首をかしげながら聞いています。で、このやり取りでも明らかに玉川さんは炎上しやすい行動をとってますよね。専門家が質問に対して答えようとしている時に、その答えを遮って、まるで相手を否定するような発言をする。もちろん、専門家が絶対正しいわけでもないですし、また、一般人が見る番組ですから、一般人が感じる疑問を専門家に投げかけるのも問題ないですよ。しかし、専門家が説明をしているのに、相手の言葉を遮ってまで主張するのは、相手を馬鹿にしてるでしょう。これはちょうど福山哲郎氏が尾身さんを国会に呼んで説明を求めているときに、尾身さんが福山さんの質問に答えている途中で、もっと簡潔にとヤジを飛ばして、そして普通の理解力があれば、福山氏の質問に答えていることは明らかなのに、自分の満足する答えが得られなかったからでしょうか。福山氏はふてくされた様子で質問に答えてもらえなかったと妥協したのと似ています。また、意見が不安定なのも問題でしょう。2020年春頃には、何度も検査をしっかりして、感染者と非感染者を分ける。そして感染者は隔離して、他の人は安心して経済活動を行うことが寛容だ。という主張を玉川さんは何度も繰り返していましたよね。そんな主張は2020年に渋川健二さんが番組に出てる時にもありましたよね。国民全員に PCR 検査は何度もすればいいんだとか。しかし、先ほども少し触れてますが、実は玉川さん自身も5月19日の放送で検査結果に漏れがある、すなわち陰性と出てるのに実はウイルスを持っていることがそこそこあることも認めてるんですよね。もちろん、検査をして陽性者を隔離して経済活動での感染リスクを減らそうという主張なら説得力はあるんでしょうが、検査をして陰性だったら安心していいという主張は当時から専門家から指摘されていた無駄に検査を増やすことのデメリットでした。検査で陰性と出たらその集団は安心じゃなく、検査で陰性である集団はあくまでリスクが低いだけですから、安心せずに感染症対策はしないといけないわけですが、まあ当時は緊急事態宣言が全国的に解除されるかどうかという状態の時期でしたから、緊急事態宣言よりも検査で経済を回そうという主張だったかもしれませんが、やはり発言内容がおかしいでしょう。検査結果に漏れがあるのに、国民には検査で陰性だったら安心して経済を回せって、安心しちゃいけないのに安心しろってどういう意味だよと。もちろん玉川さんは非専門家ですから思考が不十分で意見がぶれるのは仕方ないのですが、それだったらこのような専門的な話に玉川さんは口を挟んでいけない。影響力だけあって専門家のような実力はないんだから。で、最近でも玉川さんはウクライナ問題でも失言というか素人丸出しの発言をして番組内で専門家に否定されているようですね。繰り返しになりますが、もちろん玉川さんは専門家でも何でもないので、素人丸出しの意見を言うこと自体がダメというわけではないんですよ。ある意味、素人代表としての役割を番組で与えられているのでしょうから。しかし、話し方がまるで専門家並みのような顔で主張しているから、あいつなんであんな偉そうなんだって言われるんですよね。そして、素人丸出しの主張が何も分かってない素人の意見じゃないかと馬鹿にされる。番組内での役割というのもあるでしょうが、そろそろその傲慢に映る態度を改めないと炎上が止まることはないと思いますけどね。とはいえ、日本のワイドショーってそんなもんだってことで、視聴者がワイドショーを冷たい目で見るのが本当は大事なんでしょうけどね。私の意見はそんな感じなんですけど、皆さんはどうだったでしょうか。ぜひともね、皆さんの玉川徹氏へのアドバイスなんかありましたらコメント欄で教えてください。ではね、こちらの動画再生リスト、概要欄のチェックもお願いしますね。ではね、バイバイ。